加藤の太郎さんといえば、仮面ライダードライブのチェイス役で人気を博した俳優さんですね。2024年7月、元仮面女子の久保田美沙さんとの結婚を発表し、ファンを驚かせました。二人の新しい人生の幕開けに、多くの人が注目しています。今回は、門野さんの結婚生活や家族について、分かっていることをまとめてみました。牧師、加藤の太郎と久保田美沙の電撃結婚、加藤の太郎が父親に、待望の第一子、加藤の太郎の新たな家族生活、加藤の太郎と久保田美沙の電撃結婚、サプライズな発表、2024年7月20日、加藤の太郎さんと久保田美沙さんが結婚を発表しました。二人は同日、それぞれの SNS で結婚を報告しています。ファンにとっては突然の発表で、大きな驚きとなりました。結婚発表では、互いに相手を思いやる心に惹かれ、この気持ちを生涯大切にそして共に年を重ねていきたく結婚の運びとなりましたとコメントしています。二人の出会いや交際期間については明かされておらず、馴れ初めに関する情報はありません。ファン、チェイスが結婚、しかも元アイドルと、すごくびっくりだけど、二人とも素敵だからお似合いだと思う。加藤野さんは1992年10月27日生まれの31歳で、宮城県仙台市出身の俳優です。2014年から2015年にかけて、仮面ライダードライブでチェイス、マシンチェイサー、仮面ライダーチェイサー役を演じたことで知られています。一方、久保田さんは1994年3月25日生まれの30歳で、京都府出身のアイドル、女優です。女性アイドルグループ、仮面女子の元メンバーで、2019年12月に同グループを卒業しました。2024年7月20日に結婚を発表。互いを思いやる心に惹かれて結婚を決意。馴れ初めの詳細は不明。加藤の太郎が父親に、待望の第一子、幸せいっぱいの妊娠報告、結婚発表と同時に、二人は嬉しいニュースも伝えています。久保田美沙さんが第一子を妊娠していることを明かしたのです。加藤野さんと久保田さんは、出産が2024年内を予定していると発表しました。日々大きくなるお腹と順調に育つ姿を見て夫婦ともども、この上ない喜びと幸せを感じていますとコメントしており、二人で子育てを楽しみにしている様子が伺えますね。現時点では、子供の性別や具体的な出産予定日、名前などの詳細は公表されていません。ファンの間では、これらの情報に注目が集まっていますが、二人はプライバシーを大切にしているようです。ファン、わあ、赤ちゃんも生まれるの、加藤野さんパパになるんだ。きっと優しいパパになりそう。赤ちゃんの性別とか名前とか、早く知りたいな。二人は結婚後も仕事を続けていく意向を示しており、お互いに役者として、夫婦として、そして親として、日々成長のために邁進して参りますとコメントしています。久保田美沙さんの妊娠を発表。出産は2024年内を予定。子供の詳細は非公開。加藤の太郎の新たな家族生活。仕事と家庭の両立。結婚後の門野太郎さんと久保田美沙さんの生活について、多くのファンが興味を持っています。二人は仕事と家庭のバランスをどのようにとっているのでしょうか。結婚発表時のコメントでは、これからも引き続き、お仕事は今までと変わらず生まれてくる子供に配慮しながら、一つ一つのお仕事を丁寧に今抱く感謝の一端でも皆様へ伝え続けていけたらと思いますと述べています。二人とも俳優業を続けながら、家庭も大切にしていく姿勢が伺えます。二人の日常生活や新居の様子など、プライベートな情報はあまり公開されていません。しかし、結婚発表時の写真からは、幸せそうな二人の姿が見て取れますね。ファン、加藤野さん、きっと優しい旦那さんなんだろうな。久保田さんの体調を気遣って、料理作ったりしてそう。二
二人の幸せな日常が見てみたい。加藤野さんと久保田さんの結婚生活は、まだ始まったばかりです。これからの二人の活躍と、家族としての成長が楽しみですね。ファンとしては、二人のプライバシーを尊重しつつ、時々公開される情報を楽しみに待ちたいところです。仕事と家庭の両立を目指す、プライベートな情報は少ない、ファンは二人の幸せな生活